こんにちは、ハイジーです。今日は急にお寿司が食べたくなり、みんな大好きスシローさんにやってまいりました。さて、まずはマグロあたりからって、なんだこれ。電子パネルのメニューの中にサバ系カレーつけ麺、マジか、嘘でしょ。ここ寿司屋でしょ。だってよくわかんないけど、とりあえず注文してみよう。いや本当に来んのかな、つけ麺なんて。あ、来たね。2皿来た。1個注文しただけで2皿来た。どういうことだこれ。片方は蓋のついたお椀で、もう片方がこれつけだれだね。つけだれだ。見た目からしてだいぶ濃厚っぽいつけだれだね。ドロドロ感すごいねこれ。でこっちの蓋を開けてみると、え、何これ、米、ご飯が入ってるよ。どうなってんのこれ。ああ、よく見たらシャリか。いや、シャリもおかしいでしょ。つけ麺の麺の上にオンザご飯なんて初めて見たぞ。あ、なんかここに書いてあるぞ。締めのシャリで二度うまい。そういうことか。すっきりした。いただきます。まずは麺を持ち上げまして、つけだれにつけさせていただきまして、これ本当にドロドロだね。で、すすらせていただきますと、なんだこれ。とんでもなくうまいな。カレーのルーに麺をつけて食べる感じかと思ったら全然違うぞ。サバの風味が強い味噌味の魚介スープだ。麺もかなりいい感じだ。この太くてもちもちした食感が濃厚なつけだれをさらに美味しく感じさせている。これは予想以上のうまさだ。やるなスシロー。チャーシューはさすがにそこまで本格的ってわけじゃないけど、このくらいでも十分だ。360円でこのクオリティは驚きしかないぞ本当に。では締めのシャリも投入させていただきまして、混ぜ混ぜさせていただきまして、見た目はだいぶカレーライスっぽくなるんだけど、食べてみるとそれだけでは終わらない。こんな美味しいカレーリゾットなかなかないぞ。いや美味しかった。ということで改めてマグロのお寿司を注文しましょうか。なんだこれ、100円でつけ麺の替え玉なんてできるの、マジか。頼むしかないよね。お、来たぞ。さあ食べるしかないよねって思ったけど、マジかこれ。シャリとかチャーシューとかなしで麺だけっていうのは全然いいんだけど、これどうしたらいいんだろうね。